三国支援儀、三国支援儀の人物の一覧席作席作は、花席作伝、三国支援儀等に登場する架空の人物。関羽と、古今忠しの子。民間伝承では、字はこれ行き。架空の人物ながら、南蛮征伐の行進路には、席作が馬に水を飲ませた池や、行軍中に、槍で掘った泉、等。 石作の名前が地名になっているところがあったとされる。狂撃などでは石作が人気を博している。小説、水古伝の登場人物である溶油のあだ名は、病患作であり、そう、元の師書での盗賊、軍人にも観作のあだ名が多く見られる。小説、三国支援技の半本には石作が登場しないものがあり、その研究の結果3系統に分類される説が、 唱えられたそのうち、関羽の三男として、諸葛亮の南蛮征伐の際に突然登場する、系統がある。それまで、赤作は、慶州が陥落した際に、暮れ軍から逃れるも負傷し、法野草に隠れていた。しかし、諸葛亮が南蛮征伐の軍を起こすと聞いて、これに参戦するため駆けつけた、という。その後、諸葛亮に護衛を任され、 それ以降物語から姿を消す。花石作伝ではこの後戦死したと記されているものも、あれば休止したとされている文章もある。いずれにせよ創生したという設定になっているのは確かなようだ。1967年、上海市の近くの家庭圏に、明の時代の墳墓から、花石作伝という書物が発見された。これは次の4週を一冊にしたものである。 新編前奏折衝足花赤作出身伝前衆。新編前奏折衝足花赤作人父伝五衆。新編足本下赤作下西川伝。俗集新編前奏折衝。本家間作編雲南伝別衆これは、上属出し文の形式であり、説が三文、生が七ことの因文のことである。元の時代のものの重感と推測される。発見当時は、 解読不能な状態であったが、その後研究が進み、おおむねの内容は知られてきた。内容は、呉の旅網を打ち取るといった、高等無形な話であるが、新刊前奏平和三国志が成立した後、民間伝承を加えて、花石作伝ができ、その一部の逸話が演技に取り込まれたものと推測されている。このつてだと、石作は、法三条の他に、 大桃と、大越を側室に迎えている。また、京劇、流宝勤では、ヒロインの花かつらが、赤作の側室となっている。雲南省、墨江市省と村に、雲南観作儀という劇が伝えられ上演されている。厚生省万はじめ県丹府鎮の追納行事の、仮面劇、宝山城、とも花赤作が上演される。内容は神である花石作が、妖怪。 法三条と戦い結婚するという内容で、花積作の仮面もある。ありがとうございます。